滅多に花が咲かない場所で、一気に花が開花する、スーパーブルーム現象時のソノラ砂漠ソノラ砂漠は、アメリカ合衆国アリゾナ州、カリフォルニア州及びメキシコ合衆国ソノラ州にかけて、広がる砂漠である。湿った風が、西から吹き込むが、太平洋岸の山脈に阻まれ、雨雲は砂漠に発生しないことが一年の大半を、め、北、アメリカで最も厚く広い砂漠の一つとなった。 面積は31万千平方キロメートルで、ユマ砂漠、コロラド砂漠を含み、日本の本州がすっぽりと入る規模である。5月が1年で最も乾燥する季節となり、真昼の気温は摂氏40度に達する。ヨ用でガラガラヘビ、ヒメコンドル、アメリカドクトカゲなどが生息している。2012年、ディスカバリーチャンネルによって、 乗客が生き残るための真剣な研究の一環として、ボーイング727の墜落実験が行われた。なお、その様子は YouTube で見ることができる。多くの不法移民が砂漠にあるアメリカメキシコ国境を越えてアメリカ側へ移動してくるが、しばしば砂漠の過酷な地形や気温で体力を奪われて死亡する事件が多発している。ありがとうございます。